第1426飛行班は、路角した敵航空機の評価及び他の連合国部隊に対してこれら飛行機の飛行特性を披露することを目的として第二次世界大戦中に編成されたイギリス空軍の飛行班である。また、王立航空研究所ファーンボローブモンで任務に就いた数機もこの部隊で使用された。戦争期間中に ファンボローの来施設は、路獲したドイツ空軍機やイタリア空軍機の飛行試験に利用された。数軸側の不時着した多くの機体が、分析や試験、また他の捕獲機体を実動可能状態に維持するにあたっての補修部品を剥ぎ取るため、ファンボローに運び込まれた。主要な飛行試験作業は、実験飛行部空力飛行班と無線電子機器飛行班で実施され、 後者の機関は、戦争後期には、レーダー装置を装備した、航空機の評価と試験を担当した。第1426飛行班は1941年11月に、ダックスフォード空軍基地において、以前第41飛行団で、テストパイロットの育成に当たっていた、少人数のパイロットたちにより結成された。当初この部隊は2年前に、英国側の手中に落ちた。 ハインケル HE111 バトルオブブリテン期間中に露角したメッサーシュミット BF109 ユンカース 188A-5 運用していた。188は当時は英国が入手した最新の機体で、この機の搭乗員は夜間にイギリス側の保有するチブナー空軍基地をドイツ側の保有するフランスの飛行場と誤認し着陸させたものであった。これは搭乗員が ドイツ側のビーコンを真似て、英軍の設置した疑問装置であるビーコンに騙され、後方を誤ったためであった。この部隊には、一般連絡任務と修理部品の収集用に一機の、ジェネラルエアクラフトモノスパーも割り当てられていた。BF110C-4X772、この部隊の保有する、航空機は、連合国軍兵士による路角や、ドイツ軍パイロットの不時着、5儀、 亡命といった様々な方法から続々と英空軍の手に落ちたさらなる機体のために入れ替わり続けた。六角五これらは空戦研究部に引き渡され飛行隊に送られる前に広範囲な試験を実施された。数機は墜落で失われるか、損傷したものは他の機体の補修部品として部品取りに供された。その他の機体はさらなる評価のために、 アメリカ合衆国へ送られた。後に、第1426飛行班は、コリー・ウェストン空軍基地へ移動となった。第1426飛行班は1945年1月17日に、コリー・ウェストン空軍基地で、部隊運用を停止され、同日に、タンメア空軍基地で、部隊コード EA、中央飛行研究所内の、敵航空機飛行班として再編された。 この部隊は最終的に1945年12月に解体された。1955年12月に第7飛行隊が解体されると、アデン、紛争での偵察任務を実施するため、1956年1月1日に、アデンのコイクザー空軍基地で第1426飛行班として4名の搭乗員と蒸気が分剣された。 この部隊は1956年12月31日に解体されたが、最後はアブロリンカーンを爆撃機として運用していた。このリストは完全なものではないことに注意が必要である。旅客されたすべての数軸国軍機というわけではなく、また A 空軍シリアル番号を付与されて、第1426飛行班に配備され使用された機体のすべてではない。 その他の機体はと、王立航空研究所で使用された。メッサーシミット BF109 ホッケウルフ FW190 ユンカース1 8 8その他の機種第1426飛行班で運用された支援航空機この部隊で運用された4機の機体が現存する。すべてイギリス空軍博物館のロンドン館、またはコスフォード館に展示されている。ありがとうございます。